指揮官さん、新年おめでとうございます。ロンウにサプライズがあるって聞いた後、なぜか台所に行くのを禁止されちゃった。心配だな、変なことされてないかな。でやっぱり台所に行きたい。代わりに様子を見に行ってくれるんですか？お願いします、指揮官さん。指揮官さん、明けましておめでとう。ロンウへのお年玉？嬉しい、ありがとうございます。このポーズ、生地の舌触り、パンの味付け、悔しいですけどロンウのより美味しい。後で研究しないと。指揮官さん、新しい1年もすべてうまくいきますように。今年の指揮官さんの毎日の食事は全部ロンウに任せてください。美味しくてヘルシーですよ。机の春巻きはロンウがさっき台所に潜り込んで作ったんですよ。辛い？辛いのがいいんです。新しい一年は炎のように熱く盛り上がって、頭がフラフラ。誰ですか、料理師をファー長寿に変えたの。机の春巻きはロンウがさっき台所に潜り込んで作ったんですよ。辛い？辛いのがいいんです。新しい一年は炎のように熱く盛り上がって、頭がフラフラ。誰ですか、料理師をファー長寿に変えたの。指揮官さん、ボーズはいかがですか？指揮官さん、フーデンがまだいるよ。髪の毛がボサボサになったら責任取って解いてくださいね。新しい任務がありますね。一緒にサクサクと片付けてきましょう。これ以上のんびりしたら料理が冷めちゃいますから。任務完了です。報酬をチェックして新年のごちそうを楽しみましょう。メールがこんなに。指揮官さんへの年賀状ですか？おかえり。タンフールを食べたいんですか？ニーハイとピンハイからもらったんですよ。美味しいですよ。委託のみんな戻ってきたんですね。ねぎらいの宴会を準備しました。お腹いっぱい食べれますよ。
コヘ。春巻きはロンウーがさっき台所に潜り込んで作ったんですよ。辛い？辛いのがいいんです。新しい一年は炎のように熱く盛り上がって、頭がふらふら。誰ですか、料理師をファー長寿に変えたの。このポーズ、生地の舌触り、あんの味付け、悔しいですけどロンウーのより美味しい。あ、後で研究しないと。髪の毛がボサボサになったら責任取って解いてくださいね。指揮官さん、新しい一年もすべてうまくいきますように。今年の指揮官さんの毎日の食事は全部ロンウーに任せてください。美味しくてヘルシーですよ。指揮官さん、新しい一年も